こんにちは、島村楽器大宮店バイオリンインストラクターの石尾です。この動画は普段ご自宅でなかなかバイオリンの音が出せないという方のためのご案内の動画です。バイオリンの音を消すためにはミュートをつけているんですけれども、私が、一番おすすめしているのがこちらのメイセルという会社から出ている金属製のミュートです。では実際にどのぐらいの消音効果があるのかというのは、聞いていただきましょう。まずは何もつけてない状態の生のバイオリンの音ですね。とまあこんな感じで生のバイオリンの音はなかなか大きいんですけれども、こちらのコマにミュートをはめた状態でもう一度聞いていただきましょう。だいぶ音が絞れているのがお分かりいただけましたでしょうか。どのくらいのボリュームになっているのかというのを聞かれたとき、私はよく、人の話し声と同じぐらいですとか、テレビの音と同じぐらいというふうにお答えしています。デシベル、音の大きさとしてはそのぐらい、同じぐらいとなっております。ただこれでもどうしてもご近所さんに迷惑がかかるんじゃないか心配だっていう方ですとか、結構夜遅くになっちゃうのでっていう方には、こんな方法もございます。ヤマハさんから、サイレントバイオリンですとかエレキバイオリンといった電子バイオリンが出ているのはご存知でしょうか。こちらエレキバイオリンなんですけれども、スピーカーから音を出さない限りは先ほど、アコースティックバイオリン、生バイオリンにミュートをつけて弾いた状態と同じぐらいのボリュームの音しか出ません。このような音ですね。ここにさらにミュートをつけてみます。というわけで、もう重音じゃない部分はほとんど聞こえないぐらいのボリュームにまで下げることができています。ただ、外には音が出ていない状態なんですけれども、こちら電子バイオリンですので、スピーカーに通してさらにヘッドホンをつけていただくとご自分の音ははっきりと確認することができます。練習にはうってつけですね。集合住宅にお住まいの方もこのような電子バイオリンですとかミュートですとかアイテムを駆使して活用して、快適なバイオリンライフを送っていってください。